はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。龍河如く5プレステ4リメイクなんですけど、第3部の後編の、秋山俊なんですけど、そのサブストーリーいきたいと思います。向こうのなんか2人喋ってる人ですね。お兄さん、スカイファイナンスってお店知ってはります？この辺やって聞いたんやけど。いや、いや、知りませんけど。そうでっか、時間取らせましたな、おおきに。いえ、お役に立てずすんまへん。血を探してる客かな。ちょっと待って、話す前にちょっとここに、あれ、鍵落ちてるって鍵取ります。で、話してみましょう。スカイファイナンスお探しですか？ええ。はい。あ、ごきげんよう。そうですけど、なんでそれを？あ、いえ、さっき話してるのを聞こえたもんですから。そうでしたか。そら、お恥ずかしい。そうです。スカイファイナンスっていうお店を探してまして、ご存知ですか？ほら、あそこですよ。はは。あ、すぐ近くやったんですね。はは、お恥ずかしい。社長は目の前にいますよ。へ？申し送りました。スカイファイナンス社長の秋山と言います。借り入れのご依頼で。おー、こら、お前か。ここで待ち切り始めよう、ぬかすクソボケは。え、急に何？は、そうですけど。ちゃうちゃう。勝手な真似すんなや、ボケ。そないないかがわしい店、町の健全さを損なうやないかい。そんなこと言われましても、この辺他にも同業のお店結構ありますよ。あ？やけ飯、よくもよそもんが知ったような聞くんやないわ。ええからさっさと店畳めや。そんなこと言われてもな、役所にも許可取ってるおし。い。アホ抜かせ、我。無利子無期限でいくらでも融資するいう話やないか。そないないかさま商売許されとでも思っとんのか、ボケが。ああ、ようやくわかった。あんたこの辺の同業者だね。商売敵にイチャモンつけに来たってわけか。そういうことならご心配なく。うちの客層ってそちらとは違うからさ、お互い商売の邪魔にはならないんじゃないかな。ああ？黙っとれ、ボケが。わしは話し屋に来とんとちゃうで。さっさと出てっけって言うとんのや。これ以上は時間の無駄かな。そろそろお引き取り願います？ほら、周りも迷惑そうにしてますし。ええ加減にせよ、我。これにて交渉決裂じゃ。解明決めるや、おら。あ、弱っ。瞬殺でしたね。やるやないか。気に入ったで、兄ちゃん。どうも、それじゃお話は済んだかな？お互い誤解が解けてよかったわ。これはご挨拶代わり。好きやり。え？あ、俺の財布。おい、ちょっと。お、あいつが持った。あ、こっちか。危ない危ない。はあ、あのね、何なのこの悪ガキ。叩くよ。
き、す、すまへ。つい、出来心まで。ああ、疲れた。もう帰っていい？ご随に。あの、これ、お近づきの印に。またするんじゃないだろうね。もうしません。くたくたです。ボロボロのマフラーを手に。この先困ったことがあったら、うちを頼ってや。では、では。やれやれ、新しい土地ってのは毎度毎度苦労するね。はーい、とりあえずこれで終わりですね。まあ秋山のサブストーリーの一発目ですね。三角飛びの極み、敵の配置を利用し三角飛びのごとく敵を、投げ倒す華麗な連続蹴りを繰り返す。3人の敵に走り込んで三角キャンセルスウェイ、攻撃の直後に瞬時に回数に転じることができることで回避を危険を回避することができる。ヒートゲージを消費する。ラッシュコンボと一部フィニッシュ攻撃中に待つ。はい、ということで今回は一発目。新天地、あれ新天地にてとか、あ、これか、これが終わりだな。天然アイドルの作り方、さてそれじゃあまずは明日は公園でマーヤと合流しないとな。これマーカー今途中ですね。ストーカー終わってますね。ストーカーなんかやったかな。結局ストーカーじゃなかったのか。ああ、はるかの時にストーカーのやつがなんかあった。あ、それがサブストーリーになってたわけですね。なるほど。まあということで一応今回は新天地にてですね、全くわらあがきまでされていい迷惑だよ、新しい土地ってのは毎度毎度苦労するねっていうことです。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。